皆さんこんにちは。三菱重工マラソン部の的野です。江島です。林田です。過去コロナの際に長崎バーチャルツアーをやりましたが、今回は実際に僕たちが長崎の観光名所を紹介しようという企画です。僕たち3人には今回稲佐山でやるべきミッションが2つ用意されています。1つ目が稲佐山のグルメを美味しく堪能せよ、2つ目が見晴らしのいい展望台で願いを叫べの2つとなっております。稲佐山のグルメを食べたこと、稲佐山は走ってしょっちゅう来てます。展望台まで行って長崎を一望して帰ります。2回ぐらいあるんですけど、鍋冠山にそっちの方が多いかもしれないです。僕反対側の山はあんま来ないので楽しみにしています。景色は見るんですけどグルメは食べたことないのでちょっと楽しみにしてるんですけど、まあちょっと願いを叫べっていうのがちょっと恥ずかしいなっていうのはありますね。公園パパコーデで散歩に今日も行こうです。最近の若者コーデ。それではここを中腹駅からスロープカーに乗って山頂まで登っていきたいと思います。行きましょう。おー、長崎市のランドマーク的存在で夜景鑑賞でにぎわう人気のフォトジェニックスポット、長崎港を中心に山々に囲まれた地形が立体的な夜景を作り出し、1000万ドルの夜景として知られています。夜景だけでなく晴れた日の昼間には長崎市街地はもちろんのこと、雲仙、天草、五島列島まで眺めることができます。ツツジの名所として知られる稲佐山公園は憩いの空間やレクリエーションの場として年間を通じて人々に親しまれています。中腹駅から山頂を結ぶスロープカーはガラス張りで360度ワイドビューの景色を楽しめます。山頂に着きました。皆さんお腹は空きましたか？ペコペコです。僕はもう2時間前からお腹ペコペコです。じゃそれではミッションの方に行きましょう。皆さん行きましょう。はい。ということで山頂にあるレストラン頂きさんにお邪魔しました。ここで稲佐山の美味しいグルメが食べられます。私はカニのクリームペンネを注文しました。僕たちは稲佐山トルコライスを注文しました。美味しそう。早速食べていきたいんですが、これは YouTube です。もちろん普通に食べられるわけではないんです。一人一人食レポに挑戦し、一番コメントが下手だった人が罰ゲームがあります。僕が負けるわけにはいかないんで頑張ります。いただきます。いただきます。もうフォークでこうやっていいんですか？食べ方中、はい、うん、めっちゃもちもちしてます。まずトマトの風味が食べた瞬間伝わってきます。で、なんだろうな、クリーム感はあんまりないです。トマトの酸味と、あ、もうちょっと食べたら、もうちょっと食べてただ出てくるんじゃない？めっちゃむずいっすよ。
林さんも食べてほしい、これ安心やったら林さんも食べて、めっちゃおすすめ。やり方あってそうですね、こうクリームとそのトマトがいい感じ合まってる中にこうカニの味がふわっとこう海鮮の味が来る、海鮮とトマトがいい感じに合わさってすごく美味しいです。負けたこれ、負けた上手やな一回、一回、待って、もう一回、もう考えます。ずるくて考える時間もらうでは、いただきます。一番おすすめというエビフライを、はい、僕もエビフライ好きなんですけど、はい、家族で食べに行った時は基本的に息子に取られるんで、3年ぶりぐらいのエビですね。食べてない。うん。女の子が言うセリフだけど、こんなの初めて。やっぱこのパン粉じゃなくて何なんですかね、この皿うどんのパリパリ麺みたいな。やっぱこういうのでも長崎らしさを感じますし、エビの味も引き立ってとても美味しいです。すごい、あ、すごい、優勝候補じゃないですか。噛んだ瞬間にこうじゅわっとこう来る肉汁感っていうかっていうのと、このデミグラスソースがいい感じに合まってすごい美味しいです。ちょっと負けてますよねもう一回いいですか、じゃあ僕、あ、いいっすよ。さっきの1回目やばいっすもん、ちょっと普通でした、うん、普通でした、いいと思う。あれ以上は出ないと思う カニ入ってます。うん、いただきって感じがする味のすごい、ちょパスタのいただきを感じちゃいました伊島さんの最初の食レポ見て、あ、ちょっと微妙だったのかなと思ったらめっちゃうまかったです食レポ難しいわやっぱこれマリンと一緒に食べたいです、僕。確かに、なんかこう夜夜景が綺麗なとこでお皿入れ食べたいなみたいな。夜もっと綺麗なんで、夜来たいね。夜がいいですね、やっぱ男3人でも来たくないな ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで、まあ食レポの結果ということで、一番下手だった人を指差しで決めたいと思います。ではいきます、せーのということで罰ゲームはやりたがってるやん罰ゲームは江島ということで決定しました初めて来るわ、これが東京タワーと同じ高さか。そうなんすか、そうなんだ、めっちゃ綺麗ですね。いいやな、すげえ。これどこ今俺どこ見てるえ、ご存知じゃないですか。違う、軍艦島。軍艦島、軍艦島、林田さんじゃない、軍艦島。どこだ、軍艦島探すのかな。ああ、ありました、ありました。建物見える？見えます、見えます。まだ住民がおるかもしれないいや、いないですって。それでは、2つ目のミッション、願いを叫んでいきたいと思います。皆さん、願いは何かありますか？一つですか？もういくつでも大丈夫まあでも、もう夜になるまで叫び続けますよ娘に反抗期が来ませんように、反抗期が来ませんように切実ですね、それは、はい息子はいいんですけど、娘はだけやっちゃう日本一有名な江島になれますように、今んとこ、今んとこ誰なの日本一有名な、あの江島、あの棒高の人じゃん、棒高の
頑張ります。ゆいや優勝するぞ、優勝するぞ。おお、熱い熱い言葉を聞けました。というわけで、僕たちの地元長崎県の稲佐山をご紹介しました。誰かと来たいなって思うぐらい楽しかったです。まあ、僕も練習の中で稲佐山を取り入れていきたいなっていうふうに思いました。まあ、美味しいご飯であったり他の楽しみ方っていうのが あったので、今度は友達としてみたいなと思います。それでは最後に江島選手に罰ゲームをやってもらい、今回の企画は終了です。罰ゲームは誰にも言ったことない秘密を叫ぼう。いや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 、ないですって。秘密なんてないですって。秘密って書いて江島って読むわけない。それでは秘密暴露を叫んでください。お願いします。プロポーズの時にホテルを予約したんですが、二人で来ました。大丈夫。大丈夫なんす。大丈夫じゃない。はい。背伸びしすぎた。はい。背伸びしすぎた。はい。けどね、雨かけてね、大雨やった。まあ、長崎の人はホテルでプロポーズしがち。ぜひ、稲佐山でプロポーズも皆さんは考えてみてください。この動画を見てくださってありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。これからも三菱重工スポーツチャンネルを更新していきますので、ぜひ見てください。それではバイバイ。バイバイ。